左から1.11プロペラン、2.22プロペラン、13デヒドロアダマンタンプロペランは一つの C、C 共有結合を共有する三つの管を有する骨格を持つ単化水素の分類である。名前は管をブレード共有 C、C 結合を軸に見立てて形がスクリュープロペラに似ていることから名付けられた。管を構成する 炭素原子数の少ないプロペランは歪みが非常に大きく二人不安定で容易にスタファン等のポリマーになる。このような性質のためプロペランは多くの研究の対象になっている。三つの管に共有される結合は過強と呼ばれ共有される炭素原子は共闘と呼ばれることがある。XYZ プロペランと書くと間の炭素原子数が二つの共闘を除いて それぞれ X 個、Y 個、Z 個であることを意味する。従って、化学式は C2XYZH2 となる。XYZ の最小値は1で、この場合は3因間である。間に順番はないため、例えば1.32プロペランと3.21プロペランは同じ構造である。そのため、通常は数が少なくなる順番に並べる。 1>, 1、1、1プロペランや2、2、2プロペランのような缶の小さなプロペランでは、軸の両端の2つの炭素原子の歪みが非常に大きくなり、結合は逆四面体系とみなすことができる。生じたファンデルワールス歪みのために、これらの化合物は非常に不安定で反応しやすくなっている。軸の c c 結合は容易に壊れ、より歪みの少ない2缶。 または単管式化合物を生成する。驚くことに、最も歪みの大きい1、1、1プロペランは、他の小管プロペランよりもずっと安定である。基本的には、すべてのプロペランは、軸の CC 結合を解列し、二活性中心のラジカルを形成し、これらのラジカルを線形につなげることで重合させる、ことができる。小さな管を持つプロペランの場合は、 この過程は容易に進行し、単純なポリマー、または、コポリマーを生成する。例えば、1、1、1プロペランは、自発的に重合して、スタファンと呼ばれるポリマーを生成する。3、2、1プロペランは、室温で、自発的に酸素と結びついて、解列した、プロペランタニー、C8H12 が o、O、O マイナスに大きく変わった、コポリマーを形成する。 小さな缶のプロペランはその歪みのために合成が難しい。より大きなものはより容易に得られる。ロバート・ウェーバーとジェームズ・クックは1978年に N ガニよりも大きい任意の N3.3 プロペランを合成する一般的な方法を記述した。ありがとうございます。